します。なんか綺麗に洗ってきました、洗剤で。で、このピカタンを流すので、これをね、しばらく中に溜めとかんとあかんので、こういうね、コックのここね、穴開いてるんで、ここを塞がんとダメなので、アルミテープ、これね、これで塞いでいきます。これで大丈夫なんかっていう声もあるかもしれないですけど、今まで漏れたことはないですね。こんな感じです。アルミテープなんで、結構ね、この縁をこのギューッとゴシゴシして、周りもと形やったったら、まあ漏れないでしょう。で、このピカタン Z の使う量が1リッターでタンク容量5から10リッター分って言われてますね。高温は14リッター、14、5は入ると思うんで、本液2リッター、これ2リッターね、これ2リッター。2リッターで10から20リッター分なんで、これ全部いっちゃいましょう。まあ、全部熱湯じゃないんですけど、お湯は足します。その方が促進仕様なんで、早く取れると思うんでね、頑固な汚れが。嫌な予感ですね。嫌な予感ですね。は。まずジャッと入れちゃいます。ここで漏れてないかちょっとまずチェック。漏れてないね。ここで漏れてたら大至急回収せんとダメなんで、お水、お湯が沸いたので、ここからは熱湯も交えて入れていきます。お湯と水いい感じに割ってワンタン入りました。今ね、これちょうどいい湯たんぽ、超で湯たんぽやね。これを抱いて眠りたい。はい、これぐらい並々に足した状態でしばらく放置します。これしばらくピカタン漬けにしておきました。今タクタクなんでちょっと非常に怖いけど、これ見えるかな、アルミテープここら辺、これ見える、すごいね、これだけで全然水漏れしないです。で、今からこれにピカタンを採取します。このね、使ったピカタン、錆びたネジとか部品、またつけといたら綺麗にしおるんでね、わりかし何回か使えるんで、まあ、もちろんどんどん能力は下がってくるんですけど、僕はちょっと貯めといて、ネジとかね、なんか部品洗うんで、たまにドボンつけてほっといて綺麗にしたりします。1回でほかしたらもったいないんでね、まあ、もう1回タンクに入れて
錆取りできるかいったらそれはちょっともうやめといた方がいいけどね。そういう使い方はすればいいんじゃないかなと思います。じゃあこぼさんようにこぼさないようにいいかな。おお、被害最小限。今日は比較的天気が良くて暖かい。はい、ほとんど出た。あとは水でねシャーッと流して、はい、残りのちょっと今ちょっと出てきましたけど、こういうのが出てきようって、こういうのを水で流してきれいにしたいと思います。ほとんど抜けたんで、今水でね、きれいに洗い流してます。中の水をね、全部出して、大まかなゴミも取れたと思うんでね、だいぶきれいになったんじゃないかなと。あー綺麗。見えるかな。そこの方をお見せしたいんやけどね。まあ前の状態撮ってへんかったけど、さすがピカタン Z。むちゃ綺麗です。めちゃ綺麗になります。まだ水分が残っとるんで、エアガンでシャーッとは拭いたんですけど、まだ残っとると思うんでね。こう上です。こんなんも上からつまんだら取れるので、まあ、最悪掘り込んでやってもいいんですけど、結構タンクって水ね抜けにくいんですけど、まあ、こんなん入れてウエスを染み込まして、でまた絞ったりして、そんなんで大まかな水はねちょっとこう出るんで、はい。そしたらタンクしっかり水気飛ばして、乾燥させましたんで、このねタンクライナーっていうのをやっていきましょう。これが取材、これが硬化剤、二液性、入れすぎてもダメなのでいらん分を吸い取る注射器と容器と入っています。で、もうなんか分かりやすいように、この20リッタータンクの場合っていうのこれでいきます。しかし取材は120ミリリットル、これ240なんで半分で、硬化剤30、これ60なんで、もうこれの半分、分かりやすいですね。で、合計 150ml。で、これで入れて、コーティングをして、書いたね。150ml 合計ね。取材と硬化剤の合計 150ml 入れて、抜き出す量は 100ml。リットル以上。じゃあやっていきましょう。あ、それとね、これ混ぜる前にさっきのピカタンの時やったと同様、アルミテープで巻いておきました。で、入れていろいろな方向でコーティングして、まあその時ここからも出るので、ここにも後からやります。で混ぜるんですけど、これがねものすごく沈殿しとるんで、よーくかき混ぜんとダメなんでね、
多分こんな手で振っても上の上積みのシャバシャバだけがチャポチャポ言ってるだけやと思うんで、あ、下にすっごいね、このこってりしたやつがおるんで、上はほんまにシャバシャバだからめっちゃ混ぜんとダメですよ。だいぶ混ぜたんですけど、それでもほらね、こういう固形が下におるんで、まあまあ混ぜんと混ざらないですね。はい、だいぶ混ざってきて、もうこんなんでいいでしょう。むちゃむちゃ混ぜましたよ。でも 5分ぐらいやってたんちゃうかな。それぐらいやらんと混ざんないです。120、まあ、少々ね、少々は多くても少なくてもいいと思うんやけど、大体120、これぐらい。これでまた半分あるんで、もうワンタンク分なんかで使えるんでね。で、これ硬化剤、これが 30ml。 これね、むちゃむちゃ臭いんですよ。消さ、これね、もうね、猫のしょんべんと全く同じ匂いするんですね。くっ、成分なんやろ。あ、猫のしょんべんって書いてありますね。猫のしょんべんで硬化するんやな。はい、で、これを30、今120やから、ちょうど150になりゃええね。なんか、こんなもんです。これを、またしっかり混ぜ混ぜ。よく混ぜた硬化剤と酒剤をタンクの中入れていきます。この入れ物もね、もう今拭いたら綺麗になるんで、これほっといたらカチカチなんで、もうこれ使い捨てなんで、今綺麗にしたら再使用できる。はい、これでまた使えますんでね。さすがに1個では足らないね。そしたらね、まんべんなくコーティングがこの全てを覆うような感じで、イメージしながらね、こう回していく感じ。縦やら横やらいろいろな方向にしたった方がいいんでね。だいぶ回したんでね、だいぶもうぼちぼちいいのではないでしょうか。ね、上から見る感じはかなりいい感じにまんべんなく入ってるようには見えますんで、どうかな。あとはね、この中のやつを固まる前に抜いちゃいます。なんと先走って、さっきちょっと洗っちゃいましたけど、これでね、100、これを目指して吸い上げます。
撮れたよ。今まで40ミリぐらいね。はい、だいぶ吸いました。100はいかへんかったね。100はいかへんかったけど、まあわりかしええとこまで、取りました。ここはもう一回アルミテープ貼ってね、乾燥させていきます。はい、そしたらね、タンクが入りそうな、箱を用意しまして、この中にね、マルス入ってたな、はい、コーギーもすっぽりサイズですね。これはね、虐待ちゃいますよ。バルスはね、この箱が大好きでね、箱を見ると入れてくれ言うてね、言うねんな、バルス。で、これで、温めていきます。1200W 以上のドライヤーとか書いてあったんですけど、そんな持ってないんで、このヒートガン、これ1200とか書いたんですけど、これは多分燃えるんでね、段ボール燃えちゃうんで、ちょっとパワー足りないですけど、もうこんなドライヤーで気持ち長い目時間で温めときましょう。この状態でね、しばらく放置しておきます。ドライヤー入れて中はほっかほかですね。もうぼちぼちいいと思うので、やってみよう。ほっかほかで、しっかり温めたので硬化剤もちゃんと反応してしっかり固まってます。まあ、といっても、すぐガソリン入れたり、そんなことはせんとね、もうちょっと置いといた方がいいんで、まあ、このバイクは作業がまだね、あるので、もうちょっと作業があるんでね、まだまだ、ガソリンも入れずに、しばらくほったらかしなんで、はい、しっかりコーティングできてると思います。はい、今日はね、こんな感じで、面白い改造してるわけでもないんで、まあ、ハンドル変えたり、まあ、通常のねこういう修理作業した動画になっちゃいましたけど、まあ、何かしら皆さんのお手伝いのね動画なんか参考にでもなればと思ってやっておりますので、そしたらね、今年2022年ですか、2022年一発目の動画ね、こんな感じで終わりたいと思いますけども、はい、今年も、頑張ってまいりますので、皆さんの応援、ね、応援してもらったらすごく励みになりますので、はい、よろしくお願いします。それではね、今年2022年も頑張ってまいりますので、はい、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。ご挨拶ありがとうございました。さようなら。